朝早く来たのでちょっとコーヒーでも飲んでいこうと思います。いやちょっと朝晩は寒くなりましたね。葉っぱもね色づいております。もうクリスマスっぽいメニューになってますね。これを使って払ってみようと思います。お願いします、はい、ありがとうございます。すごいこんな音なるんだ。アメリカのホットでお待ちになりますか、はい、ありがとうございます。クリスマス仕様になってますね。かなり早いのでちょっと静かなスタバですね。今日は開く PC バッグなのですね。ちょうどこれがカメラも入れやすいので結構使ってます。今日はディカフにしました。クリスマスモードですね。いただきます。デカフェでも濃くて美味しい。サンプルのコーヒーいただきました。朝は静かでいいですね。久々にエアマックス履いてるんですけど、アメリカでこれ買ったんだったかな。これ面白いそうで、黒とかねスウェードがこうシックなレイヤーになってて気に入ってます。暦の上ではもう立冬に近いんで冬なんですけどね、やっと葉っぱの色も変わってきて秋を感じる今日この頃ですが、ルミックスのフルサイズや G9 Pro、 GH5S、 GH5 もですねファームウェアアップデートがあるそうなんですが、 G9 Pro のアップデートぶりがすごいですよね。ちょっと G9 Pro 持ってる人羨ましいな。本当に今日ねいい天気です。こんにちは、ゆうけむらです。動画をご視聴いただきありがとうございます。三脚を忘れちゃってちょっと面白い角度になっておりますが、今日は打ち合わせが終わりまして、これからちょっと自由な時間なんですけどね、久々にちょっと大阪の方に行って楽器とかですね、あとカメラとかちょっと気になる機材があるのでいろいろチェックしてみようと思います。ではです。淀橋久々だな。さらにお求めが来るキャンペーンを行っておりますので、ぜひ。ミルコさんのイベントがあるんですね。シグマ FP とレンズのイベントでしょうか。ちょっとチェックしてきます。初めてフルサイズを持ってみたんですけど、この EOS R って GH5 より軽いかも。でもバチバチオートフォーカスが合っている。ちょっと欲しいかも。これね今 EOS R で撮ってるんですけど、ちゃんと許可もね得て撮ってるんですけど、ボケとオートフォーカスがすごい。
GH5 がファームウェアアップデートしたの、ここまで行くのか、すごいな。フル HD で撮ってるんですけど、オートフォーカスもいいな。瞳 AF ってこういう感じなんだ。4K になるとこういう風にクロップされる。全然綺麗だけどな、やべえ様子ある。ランチはいろいろチョイスできるんですけどね、ちょっとがっつり食べたいのでここで唐揚げ定食食べていこう。カッシーワのランチは基本的に親子丼なんですけどね、僕はこの唐揚げと濃厚卵かけご飯にしようと思います。唐揚げ来ました、すごいボリューム。唐揚げ食べてみよう、いただきます。うまい。卵も購入しましょう。すごい黄身のいい色。お醤油もかけていただきます。奥さんのお土産に&僕のおやつにカスカード買って帰ろう。ちょっと最近スイーツ食べてないんで甘いパンも欲しいかも。帰宅したらちょうど荷物が届いておりまして、これはこれです。じゃじゃーん、 AirPods Pro。 最近忙しすぎて買う間すらなかったんですよね。やっと届きました。動画編集の時にこのソニーの 1000XM3 を使用しています。こっちはねもう世界が変わるぐらい強烈なノイズキャンセリングなんですが、 AirPods Pro はどうでしょうかね。僕は長いフライトとかで使おうかなと思っております。非常に楽しみです。今回も動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。ゆうけむらでした。バイバイ。